信長様が自害されました。光秀謀反の知らせに続いて信長自害の知らせが入る。腹を切りましょう。はい、裏臭いは信忠に切腹を勧めたという。こうして信忠は腹を切ってこの世を去った。信忠の最後を見届けた裏臭いは自分の切腹の準備を始める。俺もこれで終わりか。よし、切るぞ切るぞ。誰もいない。裏臭いが覚悟を決めた時、周囲には誰もいなかった。戦の混乱のため敵兵も味方兵もいなくなっていたのだ。誰も見てないなら犬死にじゃないか。見られてなんぼでしょ切腹は。そう思った裏臭いは切腹をやめて二条城を脱出し、京都を抜け安土へと向かった。うわ、こうして裏臭いは本能寺の変を生き延びたのである。